ルカクローマへ移籍決定、5年ぶりモーリーニョと再会へ。ローマとチェルシーがベルギー代表フォワードロメル・ルカクの期限付き移籍で合意に達したようだ。昨シーズンに期限付き移籍でチェルシーからフルスインテルに加入したルカク。CL 決勝進出などに貢献したが、今夏にユベントス行きを目論んだとされることから、再契約は見送られ、各国で新シーズンが始まっても依然として新天地が見つかっていない。それでも、チェルシーの構想からも外れたルカクに対して、先日からローマが関心を寄せている。そして28日に、ローマのリード禁止とピント氏が週末にロンドンに渡り、ストライカーの移籍に関しての交渉を進め、そこで大きな進展があったようだ。ローマとチェルシーは現在、ルカクの1シーズンの期限付き移籍で合意に達し、ローン移籍金は約15億円程度に上る模様。また、29日にメディカルチェックのために現地入りするとも報じられている。仮にルカクのローマ移籍が実現すれば、同選手はチェルシーやマンチェスターユナイテッドで共闘したジョゼ・モーリーニョ監督と約5年ぶりに再会することになる。チェルシータッグだな。これは熱い。ルカク人気なさすぎだろ。厄介者がローマに来てしまった。本当に活躍できるのか。ポテンシャルは本物だからな。インテル見返すしかないぞ。ローマで怪物欠かせになるかー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。